アーティスティックスイミング乾が近日本勢初世界選手権ソロ。2022年6月19日、水泳の世界選手権のアーティスティックスイミングソロのテクニカルルーティンで日本の乾友紀子選手が世界選手権のソロで日本勢として初となる金メダルを獲得しました。ハンガリーで行われている水泳の世界選手権のアーティスティックスイミングソロのテクニカルルーティンで予選をトップで通過した韓選手は18日、決勝の演技に臨みました。強豪のロシア勢が出場していない中、前回大会のこの種目で銅メダルを獲得した韓選手は、正確な足技など安定感のある演技で予選より得点を伸ばし、92.8662 をマークして、世界選手権のソロでは日本勢として初となる金メダルを獲得しました。2位はウクライナの選手で 91.9555、3位はギリシャの選手で 89.5110 でした。韓選手はこの演技をするのは最後だと思ったので、思い残すことのないようにやった。思ったより点数が上がったので良かった。やりきったという感じだと話していました。このほかアーティスティックスイミングではフリーコンビネーション予選で日本が2位。混合デュエットのテクニカルルーティンの予選で、佐藤友花選手と佐藤陽太郎選手の兄弟のペアが2位となり、それぞれ決勝に進みました。31歳の韓東京五輪後はソロに専念。オリンピックに3大会連続出場を果たすなど、日本のエースとして活躍してきた乾友紀子選手が世界選手権のソロで日本勢初の金メダルを手にしました。31歳の韓選手は、東京オリンピックの後、デュエットに関して流行りきったという気持ちはあるが、ソロはもっと追求したい、もっと上を目指したいとして、オリンピック種目ではないソロに専念することを決めました。長年、韓選手を指導してきた井村雅代コーチも、彼女にとってやり残しがないような試合をさせてあげたいと話し、韓選手の思いに応えて、二人三脚で世界の頂点を目指してきました。大会前には厳しい練習メニューで知られる井村コーチのマンツーマンでの指導にすごく肉体的にも精神的にも辛いと思うことはあるとしながらも、それはそれで今までとは違った競技生活を送れているので、そこは楽しいなと思うと前向きに話していた韓選手。ソロに専念して挑んだ最初の国際大会で日本勢初という快挙を成し遂げました。乾、金メダルは特別な思い。乾友紀子選手は表彰式の後、金メダルの重みをずっと感じてきて、やっと首にかけることができて、特別な思いだ。2001年に福岡で行われた世界選手権で、日本がデュエットで獲得した金メダルを見て、いつか私も金メダルが欲しいと夢をもらった。こうして取ることができて嬉しいし、この金メダルで喜んでくれる人がいるので、それも嬉しいと喜びを語りました。そして、これまで指導を受けてきた恩師の井村雅代コーチへの思いについて、付きっきりで練習を見てもらい私のために、すべてをかけて教えてくれていたので、この金メダルが恩返しになったと思うと、笑顔で話しました。水泳世界選手権男子400メートル個人メドレー瀬戸が、6位本多は7位。2022年6月19日、ハンガリーで行われている水泳の世界選手権は、18日から競泳が始まり、男子400メートル個人メドレーの決勝で、前回大会、金メダルの瀬戸大也選手が6位でした。大会は18日から競泳が始まり、このうち男子400メートル個人メドレーで、前回大会のこの種目で、金メダルを獲得した瀬戸選手が予選を全体の4位で通過して、決勝に進みました。現在、2年後のパリオリンピックを目指した強化を優先している瀬戸選手は、今大会に向けた調整をほとんどしないままレースに臨んだということで、決勝は最初のバタフライで出遅れると、前半を7位で折り返しました。その後、平泳ぎで一時4位に順位を上げましたが、最後は4分11秒93の6位に終わり、連覇はなりませんでした。瀬戸選手はうまく泳げなかった。これが自分の現状だ。思ったより他の選手が早く、ここからパリまで一生懸命努力しないと勝てない。帰ってから泳ぎ込みたい。200メートル個人メドレーは決勝でいい泳ぎができるようにしたいと話していました。同じく決勝に出場した東京オリンピックの男子200メートルバタフライで銀メダルの本多灯選手は7位でした。この他の日本勢では女子200メートル個人メドレーの準決勝で大本里佳選手が全体の7位で決勝に進みましたが、東京オリンピックのこの種目で金メダルを獲得した大橋悠依選手は泳ぎに精彩を欠いて全体の13位で決勝に進めませんでした。また男子100メートル平泳ぎの準決勝で村達也選手が全体の10位で決勝進出を逃したほか、女子400メートル自由形の難波実夢選手と小堀大和香選手、男子50メートルバタフライの水沼尚輝選手がいずれも予選で敗退しました。